シドニーの外の様子はどうなんでしょうかね。私はここで、外の空気からもうなんて言うんでしょう、全然空気を感じることができないので、外がどんな気候なのかがさっぱりわからないんですよね。でも iPhone でチェックする限り28度だったかな今日。だからまあいい気候だと思うんですよね。さて今日はどんなことがあったかというと、いつものように朝起きてぼやーっとしながらストレッチをして、でそれでようやく目が覚めてですね、とっても嬉しいことがありました。とうとうこの間オーダーしたコーヒーが届いたんですね。ドアがノックされたんですが、やったー、届きました。これね、何度か飲みますか。はい、キャンプース。これはですね、自分でオーダーしました。これでコーヒーが飲める、やったー。ちょっと早速コーヒー入れたいと思います。皆さんにお届けしたいこのコーヒーの香り、あーいい匂い。はい、コーヒー入りました。ちょっと飲んでみましょう。こんな感じでね。あーおいしい、カンポスコーヒーおいしい、本当においしかった。いやー、おいしいですね、オーストラリアのカンポスのコーヒー。久しぶりにおいしいコーヒーをじっくりと飲んだっていう感じですね。あ、もちろんスターバックスのコーヒーも、インスタントのやつもあれはすごくおいしかったんですけど、懐かしのカンポスのコーヒーという感じでした。はい、それから今日は朝タオルの交換が来ました。Every 4 days タオルの交換が来るんですね。で、1枚ずつ、バスマット、バスタオル、フェイスタオル、ハンドタオル、1枚ずつくれました。ありがたいですね。4日に1度だったらもう十分だと思います。ちなみにシーツはね、1週間に1度交換をしてくれるそうです。ただし、自分でベッドメイキングはしないといけないんですけれども、まあそんなことは当たり前のことなんでね、ありがたいことです。ちなみにここのパークロイヤルホテルですけどね、やっぱりさすがホテルですね。非常にケアがいいです。何か必要なものがあると電話1本すればすぐに届けてくれるんですね。例えばブレックファーストをお断りしちゃったので、でもジュースぐらいはもらっとけばよかったなぁなんて思って電話をして、大変申し訳ないです、私がブレックファーストをお断りしたんだけどジュースだけもらえないかなって言ったら、いいよ、どっちがいい、アップル、オレンジって言ってすぐに2本届けてくれました。あとはモイスチャライザー、ちょっとね、日本から来たばっかりの時カサカサしてたので、モイスチャライザーってもらえるのかななんて言ったらすぐに届けてくれるんですね。パークロイヤルホテルいいですね。ここ多分5スターではないんだと思うんですけど、すごくいいと思います。そして、昼前ぐらいだったかな、ね、ちょっと電話がかかってきたりとかして、今日はなんだかね、一日中電話をしていたような感じですね。オーストラリアも、諸国も、オーストラリアじゃない国もみんな刻一刻と変化をしているので、でそのことで2時間ぐらいお話をしてしまったんですね。そして、そうこうするうちに夕方少しビデオカンファレンスというか、ちょっとお話しすることがありまして、それでまた1時間ぐらい、そしてその後に、今日はコガルーさんからお電話がかかってきまして、コガルーさんでね、旅行関係の人たちが集まっていて、動画撮ってますよ。はい、こんな感じでね、今日はいきなり電話がかかってきて、イエーイ、ただいまー、ただいまー、コガルーさんからです。今ね、なんか新しいところに移ったのでね、そこからみんながいきなり連絡くれたんですよ。でみんなはね、お酒飲んでて、私はね、水です、水。かわいそうにね、しかも空っぽだよ。というわけで、今から私はもうちょっとお話、うわ、もう
乾杯とか言って、美味しそうな、なんかハニー色のねスコッチウイスキーか飲んでましたね。はい、でそれで少しだけお話をして、でそしたらもうディナーの時間になってしまったんですね。うん、ディナーを食べたらですね、お電話を、あ、うんうんさんからお電話をいただいて、何かなと思ったら、今まで電話なんかかかってきたことがないんですよ。番号の登録がないから。何かなと思ったら、食べ物もアップロードしてという苦情というのかリクエストというのか、昨日アップロード、いや今日アップロードしたデイワンにはね食べ物入れなかったんですね。もうあの編集するのがめんどくさくなっちゃって、それで食べ物の動画あったんですけど、写真とかでももう割愛させていただきました。ところがリクエストがあったので、今日編集したデイ2の分には食べ物が入ってます。そしてこれから毎日、どんなものがここで出ているかというのを出します。ただしブレックファーストはもうお断りしているので、ランチとディナーだけです。そして今日ねびっくりしたのがね、日本とそれからシンガポールとここオーストラリアで、ズーム飲み会をやったんですね。でそれで私がどういろいろなトラブルがありつつここに戻ってきたか、航空券のちょっとトラブルがあったんですけども、その話をしたら、その中の一人が、でも帰ってこれてよかったねって言ったんです。で、うん、まあそうだねって言いながら、それを私はそんなに深くと噛みしめてはいなかったんですが、その方のねご友人で日本にいらっしゃって、チケットがキャンセルになってなのか、フライトがキャンセルになってなのか、こちらに戻ってこれなかった、戻ってこれないっていう人がいらっしゃるんだそうです。そして今朝テレビを見ていたら、オーストラリア人でアメリカでスタックしてしまって戻ってこれないというニュースがやっていたんですね。それを見て、あれ？なんかみんな結構トラブってるのかなと思って、ここのパークロイヤルホテル のグループがあるんですね、 Facebook グループで、そこにちょっとポロンと書いてみたんです。Does anyone have a trouble traveling back to Sydney って。そしたら結構ね、結構な件数がババババババッと上がって、私は3回フライトキャンセルになった、私は4回、私は5回ですよ。であとカナダから持ってくるのにもう3ヶ月かかったとかね、そういうのがいっぱい出てきたんですね。びっくりしてしまって、あれ私ってものすごくラッキーって気づきました。いやもう確かに少しずつのトラブルはあったんですけれど、考えてみると今年じゃない、去年になって私はこのコロナ禍で2回日本に帰国してるんですね。これはね正直非現実的なほどものすごくラッキーで、普通なら考えられないような、トラベルだったと思います。それこそ例えばガバメント関係とか、それから医療の、その医療従事者とか、そういう特別な理由があって1年、つまりこのコロナ禍で1年の間に2回トラベルする人はいるかもしれないですけど、一般人で確かに母がヘルプが必要だったっていう事情はあったにしてもですよ、このほとんどトラブルなく帰れたというのはもう驚きの事実ですね。だからこんな隔離ごときでね文句を言っていられないです。で実はもうそれを知った瞬間にね思わず拝んでしまいました、ありがとうございますと。実を言うと私は毎日手を合わせております。ご先祖様とプラス未来の人類にも手を合わせております。というのはご先祖様ありがとうと私たちが言っているということはですよ、未来の人類は私たちに感謝してくれてるはずなんですよ。未来には感謝するんですよね。ということは感謝してくれてありがとうという意味ですね。でこう手を合わせて
ご先祖様、それから未来の人類に、ああ本当にありがとうっていうふうに毎日、言ってるんですね。何々してくださいではなくて、もう漠然と本当にありがとうって。それが幸いしたのかな、どうなんでしょうね、わからないですけど、とにかくものすごくもう恐ろしいぐらいに自分がラッキーだということに気づいて、申し訳ないなという気さえするぐらいでしたね、はい。皆さんいかがでしょうか。これからご先祖様だけじゃなくて未来の人類にも手を合わせてありがとうございますと、そういうふうに思ってみるのはなかなか悪いことではないと思いますよ。少なくとも大変気持ちがいいです。それでは明日もまた元気にお過ごしくださいませ。ごきげんよう。おやすみなさい。